はい、となります。あ、もう決めた？うん、ただきた。じゃあ女にするわ。なんか人気らしい。あ、でもスピードって難しそう。タワーなんて読むんだろう。ダ、ダルシム、ダルシム。じゃあ私はマノンにします。もうケツがプリンプリンの女にします。おー、ほんとだ、プリンプリンや、プリンプリンなのよ。すごいとこ肌出てるの。でこれはダイナミックだよね。じゃあダイナミックで、おー、いいよ。すごい、なんかすごい体柔らかそうな2人。おー、いいよ。おー、すごい、なんかワープしてきた。わー、すごい。おー、いいよ。はい。やばい、やばい、表情豊か。あ、いい、美しい。いや、どこから出てきてんの。どこが長いの、これ。とにかく、なにそれ。え、キモい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 。やだやだ、強い強い強い。わ、すごい、なにそれ、なにそれ、変態だ。いやだ、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、キモい。触らせてよ、触らせてよ。おお、開けた。やばい。キモいな、キモいな。いやいや、倒れてんのキモいな。あ、もうもうか、早いよ早いよ。ほら、お嬢ちゃん、なりきってんの。なんなの、触らせてよ、ほら、ほらよ、ほら。あれ、お嬢ちゃんのいいお尻触らせたよ。めっちゃ変態なんやけど。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、お嬢ちゃん、いいよ。なんか凍っちゃってないこれ。ほんとだ、なにそれ、やばい。お嬢ちゃん、お嬢ちゃん強いね。お嬢ちゃん、やばい、この女の人強くね。強い、強い、強い。キャラ変えよう。で、これで一緒？おーやったそうなんですでね、あの、あとなっちゃんの番組でこのひなランドをね、そうや、そう、あの、発表させていただいたので、そうそう、実はね、本当は最初にゲストを呼ぼうとしてたんですよ、なっちゃんを。そうです、皆さん実は一人目、大西あぐりちゃんだと思いますけど、うん、予定では村上があの第一候補でございました。そう、本当はねちゃんとね、発表させてもらったから、ね、なっちゃんがいいかなっていう話をちゃんとしてたんですけどね、そうそうそう、ね、あ、ちょ、私のスケジュールが合わなかったという。そう、単純にね、単純に合わずにっていう感じで、だから謎の初ゲスト、初ゲストで何人目か分かんないゲストみたいになっちゃいました。いやいやまあ、でも読んでいただけて、とても嬉しいです。ありがとう、嬉しい3人目ですよ3人目です。まあまあまあ仕方ない、うんうん、まあね、それはね、あの、ちゃんと事情があったんで、そうなんです、しょうがないね。でも本当はひなきちゃんの、ひなきちゃんの第一希望は主張するなあの人たち、なんだかんだ2人とも言うからな、そういうの1人目も、まあ、初ゲストで嬉しそうだったし、2人目も、え、私初じゃないのってちゃんと言う人だから。そうそうなの、そうなの、っていうことをね、皆さん知っといてください、はい、はい、ということで